レンね、ここ数年人気の名前ランキングずっとベスト5位以内入っとんるイケイケの人が多いね歌うまいハルトこれも最近ずっと人気の名前じゃね足速いね小学校の時バリモテるこれが春期になると中学校の時モテる春まだったら高校の時モテる葵ねこれも最近人気の名前らしいよねまぁ、あ、んかおしゃれ系の人よねマッシュヘアでスタバのヘビーユーザー葵ってでもかっこいい名前じゃね呼びたいおい葵行くぞ ゆいと、これも今風の名前。バレー部じゃね。へいゆいとみたいな。ゆいとはバレー部じゃけど、これがゆきとだとバスケ部なん。あと、ゆいとの家はでかいね。そうま、これは野球部。ラインのアイコンは自分の写真やね。ほんで、ラインの名前もそうまって伸ばし棒で伸ばしとる。ずっと付き合っとる彼女おる。ミナトこれは今風の名前じゃね。まあ、やっぱどうしてもイケメンが浮かぶよね。ピアス21で開けとる。毎朝ヘアアイロンしとるね。 いつき、これはテニス部。真面目でいいやつなんよ。インスタで質問箱しとる。ヤマトね、これはおしゃれ番長。服にバリカネかける。結婚するの早い。ユウトとね、これ今の20代前半に多い名前じゃね。ガタい,いね、スポーツ狩り。ほんで眉毛薄め。これはね、ユウタだとちょっと大人しめになるんよ。ヒロトとね、 これなんかあの、友達の弟に多い名前。お前弟名前なんて言うんって聞いたら大体ヒロ。多分親はね、ブーハーツのファンなんよ。アオトね、これ最近多い名前なんよ。令和の小学生に多いよね。お父さんは大体アオトのこと、アオって呼ぶね。ほんであの、小学校上がってね、好きな色はって聞かれた時に、アオ以外答える勇気はなかなか出んじゃろうね。あ、実は黄色です。みたいなね。結構やっぱ気使うと思う。 ひなたね、これも最近多い名前らしいよ。ま、あなんかクールな人が多いよね。めっちゃツンデレ。やれやれ系。おい、カラオケ行こうぜひなたも行こうぜって言ったら、<laughs> しょうがねえな、みたいな。いぶき、髭男ずっと聞いとるね。装飾系男子なんだけどずっと彼女おるんよ。眉毛バリ整えとる。せいこれはちょい悪。ちょっとヤンキー系じゃね。タバコはセッター吸っとる。信じられんぐらいここ刈り上げとる。 ゆうき。これ今の30代にめちゃくちゃ多い名前じゃね。俺が小中学生の時はクラスに絶対おったね。ほんまデパートでゆうきーって言ったら7人ぐらいは振り向く。まあ、ゆうきくんに全部共通しとるのはマリオパーティー大好き。こうき。これも30代に多い名前じゃね。やっぱクラスに一人はこうきくんおったもん。ローマ字で書くときに KOKI、OK、にするか KOU 挟むかでずっと迷っとる。 ねこれ30代後半に多い名前じゃな、ね、いなんかあの先輩にひろきくんって絶対おるもん結構怖い先輩なの襟足長いカナタこれはね喧嘩強いね拳のここ平らほんで親もいかついんよデパートとかでお父さんがおいナタた帰るぞ親が乗っ取るエスキマバリシャコ低いカイトね明るい人多いんよようしゃべる愛されキャラなんよねでもなんかたまにすごく元気ない時あるねじゃあけそういう時は励ましてあげた方がいい これ仕事できる人が多いね器用ないよ無駄がないあんまりねんね翔太ねこれは30代にめちゃくちゃ多い名前じゃろうねやっぱ翔太くんはね学生時代に絶対おったなんか先輩におったイメージあるね翔太くん遊ぼう言うてねなんかチャリ改造しとったねこれが翔太郎になるとさらにパワーアップするの単車改造しとったね亮太これは各部活におるねスポーツマンなんよバーリー運動神経いいまあ、体育会系じゃね すぐ上昇になる。り介ね。これは今のね、三十歳前後に多い名前。ま、あなんかやっぱイケメンのイメージあるね。爽やか系ないよ。まあでもね、やっぱり介ってちょっとかっこいい名前じゃけんね。名前に甘んじてサボっとる人もった。り、そういう人はね、あんまモテんかった。りくとね。これなんか今の二十代前半に多いね。活発ないよ。アクティブ。ほんでりくともアクティブじゃけど、りくもアクティブなんよ。金遣い荒い。大体おばあちゃんからはりっくんって呼ばれるね。りっくん帰るんか言うて。 スバルね。これはね、かっこいい名前なんよ。じゃやっぱね、スバルくんはね、プレッシャー感じ取る人多いと思う。名前負け専用にストイックに自分磨きしとるね。ほんで多分親が乗っとる車は絶対スバルりツこれね、最近人気の名前らしいよ。なんかひらがな二文字の名前が今人気らしくてね。まあやっぱりツもりっくんって呼ばれるじゃろうね。ラッパーからはリーさんって呼ばれる。リーさん今日マジバイブスやばいね。ひろし。 これはね、今の50代とかに多い名前じゃね。まあ、でもね、意外と会ったことないんですよ、俺。ヒロシってめちゃくちゃアニメとか映画でよく聞く名前じゃないですか。実際に会ったことない。ヒロシどこに隠れとんじゃろうな、思って。タカシ。これもね、5、60代の多い名前じゃね。なんかあの、議員に多い名前だったりするね。なんとかタカシ。日本を変えます、みたいな。あと、だいたい算数の問題に出てくる男の子の名前はタカシ。もう何十年も変わらず、タカシくんはリンゴを買い続けとる。 マコト君はね、やっぱ今の20代後半に多い名前じゃね。なんか親戚の兄ちゃんにおるイメージやね。マコト君うん、言うて。ほんで、マコト君軽トラ乗ってブワーくるんよ。おお、元気かー言うて。頭に白タオル巻いとる。かずき。これはね、俺らの代にめちゃめちゃ多い名前ですよ。じゃけん、ほんま今の30歳ぐらい。俺の友達にも3人おるけんね。ほんで、見事にみんな漢字が被ってないの。あれ、かずきいろんな漢字があるけんね。その漢字使うんじゃー、みたいなね。 翔平やっぱ大谷翔平が浮かぶよね。じゃっけ、去年今年とか翔平って名前つける人多いと思うよ。でもやっぱね、俺の世代にも多い名前でね。翔平くんってやっぱおったもん。なんか翔平って人はおもろい人のイメージあるね。笑いにストイックなんよ。ゆうまくんはね、細身。ほんで茶髪。スラッとしとるよね。ほんで大体先生に怒られるときは、ゆうまめちゃくちゃ伸ばされる。あれ怒れば怒るほどずっと伸ばされるけど。おい、ゆうま言うてね。5時間ぐらい伸ばしてるときもある。 これはね今の30代に多い名前なんよやっぱキムタクの影響だと思うね俺の周りにもやっぱおったもんタクヤ大体キムタクみたいに略して呼ばれるんよ森タクとか山タクとかタクマタクヤっていう名前だったらタクタクになるね大輔、これも今の30代に多い名前じゃねクラスに1人はおったね俺の場合2人おったけんね大体やっぱ大ちゃんって呼ぶよねほんで大輔同士はなんかお互い頑張ろうぜみたいな絆を感じるね 大輝これも多いね。やっぱクラスに一人はおったね。いやほんま平成はね、大輔と大輝がめっちゃ多かったよほんで大輔と大輝はお互いちょっとライバル意識がある。達也ね。これも平成に多かった名前じゃね。タッちゃんとか、タッツーとか言うんよね。まぁ、あ、大体竜也って名前の人はいいやつ。大体消しゴムを貸してくれるのはいつも竜也だったね。カズマ。 カズマはいたずら好き。カズマお前みたいなね。傘のあの持つところを股にグーって引っ掛けてくる。おいカズマあとまあカズともいたずら好きじゃね。ところがカズヤになるとちょっと真面目になるんよ。竜ヤこれはいかついね。後輩から怖がられとる。竜也くんってちょっと上げて言われるよね。竜也くんさセダンの一括や乗っとるね。ヘビースモーカー。 じゅんは多かったね。まあ、これもやっぱね、今の30代ぐらいの多い名前じゃね。6月生まれのじゅん君はやっぱ多いよね。ほんで、じゅんほど呼びやすい名前ないけんね。なんか大勢がわーやっとって先生が怒るときはなんか、あ、じュんって呼びやすい名前の人先怒るじゃけやっぱじゅん君が代表して怒られがち。 ケンタね。ケンタは意外と俺の周りおらんのんじゃけど、まあでもよく聞く名前よね。まあなんかイメージは明るい主人公的な人。お、す俺ケンタみたいな。ケンともそのイメージあるね。ケンヤもそうやし、ケン氏もそうじゃね。ケンがつくとなんかみんな明るい人のイメージあるね。ナオキ。まあ大体ナオくんって呼ぶよね。20代後半に多い名前な気がするね。まあなんかナオキもいいやつ多いよ。バイト遅刻したことない。あとナオヤも真面目じゃね。ところがナオトンになるとちょっとチャラめになる 翔くんはね、喧嘩強い人多いね。パンチ力はある。ネックレスとかアクセサリー多め。まあ、翔も呼びやすいよね。すごい短縮して呼ぶけんね。おっしゃもうほぼ翔じゃけんね。翼。これやっぱアイドルのイメージあるね。各学年に一人はおる感じ。まあ大体親がタッキー翼のファンか、キャプテン翼のファン。たまに翼って書いてタスクって読む人おるけんね。だから翼って書いとっても油断して翼って読んじゃダメ。<い>タスクかもなってちょっと思った方がいい。 たくみこれもやっぱ30代に多い名前じゃね匠と拓まがセットったね匠が多い時期もあれば拓まがちょっとこう追い上げてきたりしてねたまにたくむがおったりするのまあ大体匠君は86乗っとるよねしゅん。しゅんく君は美形なんかしゅんって名前の人は何でもできるイメージあるねしゅんはいいよなー言うてみんな言うとるイメージほんで同窓会でもねしゅんく君変わらないねーとか言ってねなんかしゅんって名前の人はこうちやほやされとるイメージともや。 これはね、ちょっといかつい。ギャルオっぽい感じ。サーフィン大好きやね。ともくんってみんなから呼ばれと。ともきもちょっとチャラいイメージあるね。ともひろになるとちょっと落ち着いといもん。流星。これ今人気の名前じゃね。これ絶対やっぱ下の名前で呼ばれるもんね。田中流星とかやったら、田中ーって呼ぶやつおらんと。流星よね、やっぱ。まあ、流星はやっぱモテるよね。光る。これはね、やっぱり平成に多い名前じゃね。ダンスうまいイメージ。ダボっとしたズボン履いとるね。ほんでずっと板ガムカンド これやっぱね30代半ばに多い名前かな。アキラって名前の先輩絶対おるもんね。面倒見のいい優しい先輩なんよ。みんなからアッキーって言われて嬉しがっとる。洸平。洸平はスポーツマン。ムキムキないもん。バリストイック。洸平です。みたいな。プロテイン飲むシェーカーにマジックで洸平って書いとる。強剛って名前の人はね、穏やかな人が多いんよ。動物好き。子供好き。争いが嫌い。あだ名は強ぽん。 歩,歩は後輩力高いね。先輩から可愛がられるタイプなの。居酒屋とか行っても大体歩が取り皿をこうやって回す。まユ、あ、ムは結構出世するの早いじゃろうね。セナね。これやっぱね、今風のちょっとチャラい人なのに。ホストの源氏名でもあるよね。セナ、みたいな。ほんで LINE の名前は絶対セナって下の名前だけ。学ぶ。これはね、今の5、60代の多い名前じゃろうね。学ぶって名前結構やっぱプレッシャーあるよね。学ばないといけないみたいな。 学校で先生に、おい、学ぶ、宿題出してないぞって、やっぱ言われたくないもん、ね、おさむ。これもね、やっぱ今の5、60代の多い名前じゃな、ね、い。まあ、周りからやっぱ、おさむちゃんって言われるじゃろうね。おっさんとかふざけて言われたりしてね。誰おっさんやー言うて。これ多分ずーっとやっとる。 どうも、向かいワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回は名前で偏見を言ってみました。だいぶ前からリクエストいただいてたんですけどね。やっと実現しました。ちょっとやっぱね、世代によってね、流行りの名前ってあるんよね。で、俺ちょっとね、調べてみたんですよ。ほんでやっぱね、圧倒的に今流行りなのは、青とかね、レンとかね、リツとか、二文字の名前。ほんであの、平成の初期ぐらいは、やっぱり大介とか、 あとやっぱ、タクヤとか、好奇優樹。ちなみ今回のこの返事はちょっと、俺の周りに多い名前でやらさせてもらいました。ちなみに僕の下の名前は、勝則って言いますね。なかなかおらんよ、勝則は。ちょっとね、上の世代の人はおるけどね、俺のこの同級生とかで勝則ってのはあんま会ったことないね。渋いよね、ちょっとね。憧れの名前ってんじゃろうね。やっぱね、港とかかっこいいよね。あとあの、相馬とかね。なんかこう、爽やかな感じがする名前。 あと、ラギョから始まる名前もちょっといいなと思ってね。レオとかね。ライキとかね。なんかちょっとハンサムな感じがするよね。というわけでね、今回言った名前の人とかね、友達にいる人とか、ちょっとこの偏見が当たってるかどうかコメント欄で教えてください。そして皆さんのなんかちょっと偏見も聞きたいですね。よかったらコメント欄にどしどし書いてください。X、インスタのリンクを概要欄に貼ってますので、フォローしていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、向井ワンダーランドでした。ありがとうございました。